航空自衛隊が現在運用している F2 戦闘機の後継として開発が進められている次期戦闘機は、2024年時点において日本、イギリス、イタリアの3カ国による、グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP の名の下に共同開発が進められているよ。そして、2024年7月にイギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーにおいて、イギリス側の開発担当企業である BAE システムズが GCAP におけるフルスケールのコンセプトモデルを公表し、これまで同社が開発を進めてきたテンペストや、日本の三菱重工が発表した次期戦闘機のデザインイメージとは異なるデルタ翼が採用されたことで話題となっているな。今回はそんな航空自衛隊の次期戦闘機の3カ国共同開発の進捗状況について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、翼面積が大きいデルタ翼にすることで、翼内燃料タンクの大型化による航続距離の延長や揚力の増加に加え、並走用ペイロードの拡張なども図られているのではないかとの見方が出ている中、BAE システムズ将来戦闘機システム事業部のジョン・ストッカー氏が、これまでに語ったところによると3カ国での共同開発は2022年12月に発表されてから約20ヶ月が経過した中で、各国の政府間と企業間の調整はうまくいっているとした上で、企業間の協業に関しては、まず機体デザインが進められてきた結果として、今回のファンボロー航空ショーでは、各国からの要求が反映されたフルスケールモデルの公開ができたと語ったよ。そしてさらに、BAE システムズと日本の三菱重工、イタリアのレオナルドが主導する形で、GCAP に参画する他の企業との協業が順調に進んでいて、次の目標となるのは、2025年までに機体全体の本格的な設計段階に入ることで、最終的に2035年までの運用を目指すことだと述べて、共同開発発表後の約20ヶ月間で、2025年以降の計画がすでに立てられているとしているね。その一方でストッカー氏は、GCAP は機体の開発とともにエンジンの開発も進めており、これについてはさらに徹底したスケジュール管理が必要となるとして、そのことに関する懸念について同氏は次のように語ったぜ。エンジンと機体は統合されたシステムであるために、開発の主体となっている三菱重工、BAE システムズ、レオナルドが情報を密に共有しながら管理されなければならないとして、そのために2035年までに実用化させるという開発スケジュールに合うように細かく調整を進めていると述べているわけだ。そして、エンジンについてはすでにデモンストレーションに推移していて、企業間の調整がうまく進められていることから開発スケジュールに合わせて順調に作業が進められているとして、イギリスが政権交代によって GCAP からの離脱するのではないかとの噂について、暗に否認したな。BAE システムズではファンボロー航空ショーで公開された GCAP のフルスケールモデルについて、これが最終的に決定された形状ではないとするコメントを出しながらも現在考えられている要素をある程度反映した形であるとして、同社がイギリス政府からの要求を受けて単独で設計したものではなく、日本側やイタリア側からの要求についてそれらを踏まえた上でのフルスケールモデルであることを強調しているよ。GCAP が発足される以前に航空自衛隊の次期戦闘機に搭載される新しいエンジンについては、日本の IHI が防衛装備庁と開発を進めてきた XF9 の採用が有力視されていたけど、GCAP では IHI とイギリスのロールスロイスが主体となって共同開発が進められ、現在はそのエンジンを搭載する実証機の開発が進行していると伝えられているね。ロールスロイスの公式サイトでは、GCAP におけるエンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国が将来必要とする戦闘機を開発するための重要な一歩であり、将来的に両国において大規模な雇用創出につながる可能性があるとした上で、エンジン実証機の共同開発は2024年初頭から開始しており、エンジン実証機の共同開発は2024年初頭から開始しており、イギリス政府はエンジンの開発計画に3000万ポンド約45億円の初期投資を行うことを決定し、
現在は2億ポンド約303億円の予算を組んで実物大の実証機の開発を行っているとしているんだ。ロールスロイス社防衛部門事業開発フュージョンプログラムを担当しているエグゼクティブバイスプレジデントであるアレクサンダー・ジノ氏は、日英の航空産業関連業界からなる開発チームは、両国の次期戦闘機の要求を満たすことができるよう、課題の技術を互いに補完し合い、よりクリーンでかつ強力な推進力を有する共同エンジンの実証プログラムを進めているとして、世界最高の戦闘航空能力を結集する機体に満ちた大きな機械でもあり、さらには日英の防衛航空宇宙産業の将来を支える重要な技術開発を可能にするものであると述べたな。その上でロールスロイスは、日本とのパートナーシップは1960年代から技術、エンジニアリング、サプライチェーンの関係を発展させてきたという長い歴史があるとして、IHI だけでなく川崎重工業、三菱重工業、住友精密工業などともリスク収益分担パートナー RRSP として提携していることを明らかにし、このエンジン実証機開発プログラムに5000人以上の日本人が従事しているとして日本とのパートナーシップが強固なものであることを強調しているぜ。参加国による GCAP が発足する以前、日本の防衛省では次期戦闘機のコンセプトが定められていて、それは防衛省が2010年8月に発した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンというタイトルで公表したビジョンによるものだったよ。その中において将来戦闘機と名付けられていた次期戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターが提唱され、開発目標として2030年頃までに実現させるものがクラウドシューティング次世代ハイパワーレーダー。敵を凌駕するステルス性能次世代ハイパワースリムエンジン電子戦に強いフライバイライト、2040年から2050年頃までに実現させるものとして将来アセットとのクラウドライトスピードウェポンが挙げられていたんだ。このうちの次世代ハイパワースリムエンジンは IHI が開発を進めて、2018年6月に防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁にターボファンエンジン XF9 の実証機が完成し、設計通りの性能を得たとして納入されたね。XF9 は全長約 4.8 メートルで空気取り入れ口の直径が約1メートルで、アメリカ空軍の第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている。プラット&ホイット2社製 F-119 エンジン全長 5.16 メートル空気取り入れ口の直径 1.168 メートルと比べてコンパクトかつスリムであり、最大推力においても F-119 と同様にアフターバーナー作動時における最大推力が15トン以上を発揮していて、アフターバーナー非作動時においても推力11トン以上という高性能なエンジンであるとされているな。さらに XF9 には、スタータとジェネレータ発電機が一体化された小スペースの新開発スタータジェネレータが搭載されており、180kW という高い発電容量を有していることから、大電力を消費する高性能センサーや下機管制システムが搭載可能となり、様々なプラットフォームとの情報連携や電子線への対応など、膨大な電力消費が想定されている次期戦闘機のエンジンとして十分な性能を持つとの評価を得ていたぜ。XF9 はそのまま実機に搭載可能な状態で納入されたと伝えられていることもあり、BAE システムズのストッカー氏が示したデモンストレーションの対象となっているエンジンが、XF9 ではないかとする声が上がっているが、これについては何の情報も発信されていないらしい。XF9 をベースに、IHI とロールスロイスによってさらなるハイパワースリムエンジンの開発が進められている可能性もあり、次の発表が待たれている状態だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。